フランク・フレゼッタ・リトラット・エーペンニのイーチャイナディ、グラッツヤのオーリが1997フランク・フラゼッタはアメリカ合衆国のイラストレーター。SF、ファンタジー分野の挿絵などで活躍した。特に英雄コナンシリーズ、ターッツアンシリーズ、火星シリーズなどのヒロイックファンタジーの幻想的な表紙や挿絵で人気を集めた。ニューヨークのブルックリンに生まれ、ブルックリン美術アカデミーに入学。 16歳の時にジョン・ジ・ウンタのアシスタントとなり、子供向けコミックスノーマンで作家デビュー。その後はコミック作家として活動する。1950年代からはバック・ロジャースなども手掛けた。ペーパーバックの表紙絵も手掛けるようになり、1964年にエドガー・ライス・バローズのブームによってターザンがペーパーバックで再刊されると、読者は フラゼッタの表紙を目当てに本を買うと言われるほどの人気となる。1966年には9号賞アーティスト部門を受賞。また作品がロックアーティストのアルバムジャケットに使われることもしばしばある。ありがとうございます。